皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。ヘビーレイン実況プレイ続きからやっていきたいと思います。おっと、火曜日7時55分夜だな。 3.368cm。 ここどこか、あ、会社じゃないわ。もしかしたらあれかな、ポリスって書いてあったから警察署なのかな。え、今何時？まだかかりそうかい？ いえ、もうすぐ終わるはずです。じゃあもうちょっと待ってた方がいいのかな。これなんだろう。あの人か、なんかメガネかけてやるやつね。そう、前回からちょっと時間経ってやっちゃってるんで ARI オン。操作がね、またね、振り出しに戻った可能性がなくもない。なんか見てるな。これ野球ボールとおもちゃかな。あ、何、自分の趣味で出せるみたいな。あー、そういうことができるんだ。かっこいいな。なにこれ。はい、でこれをこうやってやればいい。ほいほいほい。あ、ちょ、下にやってるけど、一回なんかこれマウスやり直さなきゃいけないのか。ちょっと、あ、大変。おー、あいつ変人だぞみたいに思われんのかな。ね。やっぱり手動かしてるけどさ、ボール見えねえし、多分そうやって思われてもおかしくないよね。あ、2110、これでスコアが上がってくって感じか。あ、やってる回数なんだね。いいよ、そろそろやめようか。そろそろやめとこ。他のことをしよう。人を待ってるのかもしれないし。でもこれでさ、動いてよくなるかな。まあ、ちょっとずつね、これ時間も進んでると思うし。おーっと、これもう一回時間とかできないかな。あー、ちょっと待って、イラつきとかある。うわ、来てしまったよ。この間にこの人の頭を聞いとけばよかったな。そろそろ行くよ。報告書は後で目を通す。午後の予定は全てキャンセル。はい。ああ、警部、 FBI のジェイデン捜査官がお見えになっています。こんにちは。ジェイデン君、そうだった、待っていたぞ。悪いが、ちょっと急いでいてね。歩きながらで構わないかね。ええ、もちろん。まずはちゃんと自己紹介をしたいのですが、別の機会にしましょうか。いやいや、今にしよう。記者会見に行かないといけないだけだ。毎回毎回奴らにネタを提供するっていうのも楽じゃない。今日は幸運にも新情報があるが。あ、折り紙殺人鬼の話。ブレイク警部補にはあったか。いや、今朝。捜査は独特だが、いい捜査官だ。うまくやってくるだろう。ネクタイの締め方を知ってるかな。ええ、まあ。正直言うと、FBI の協力なしでも問題はないんだが、メディアは大騒ぎだ。折り紙殺人鬼への関心が高まって、今や国民的なニュースだ。これまで殺人鬼は大勢いたが、こいつはちょっとばかり変わってる。現場に花や折り紙を置いていくんだ。何を考えてるんだか、マスコミに嗅ぎつけられて一躍時の人だよ、いまいましい。私の仕事は連続殺人鬼の逮捕です。お言葉ですが警部、それ以外は興味ありません。なんだその手。うん、まあ、気になる。もちろん。私が言いたいのは、なるべく早く結果を出してくれということだ。マスコミを黙らせるためにも、犯人をすぐにでも差し出す必要があるからな。うん、悪くない。でしょ。じゃあ私はその殺人犯を。そうだ、シャーリーに君のオフィスへ案内してもらえ。もし興味があるなら記者会見も見るといい。見たい見たい。ここらの最近の情勢がわかるだろう。ありがとうございます警部。チームへようこそ、ジェイデン君。ぜひ見させていただきます。よし、じゃあ記者会見、シャーリーンがとりあえず4番。ペリーのアシスタントにオフィスを見せてもらおう。さあ仕事だ。で、次は3番。ペリー警部は記者会見中だ。少し覗いてみるか。そうだね、記者会見中だったらまず見てみる。歩くが4番。署内を歩き回って体をほぐすかな。よ、次がブレイクはいいや。ペリー、不思議な人だ、ペリー警部。事件の捜査よりも記者会見の方がお好みらしい。喉が渇いた。冷たい水が欲しいな。するために明日検視を行う予定ですが、現時点の状況から溺死と見られます。
手口から折り紙殺人鬼による犯行だと言われましたが、具体的にお願いします。被害者の手に折り紙が握られ、蘭の花が胸の上に置かれていました。顔は泥に覆われていましたが、前回の男の子だよね多分ね。まあいっか、じゃあ行ってみるか。 FBI が捜査の協力にプロファイラーを送ったという噂がありますが、確かブレイクがいたな。話しかけてみるか。こっちどこだ。いや、こっち行ったらなんか進んじゃいそうで怖くない？そうだよね、戻ってくれるとありがたいわ戻ってくれたらありがたいなって思ったけど、ブレイクってあれかな。でもコーヒー、おこっちの女の子の方が気になるて。ああ、話しかけられないか。君でもない。コーヒー。コーヒーを多分飲みたいって感じかな。カフェインが欲しいな。カフェイン。カフェインを飲んだら君は何か特殊な能力でもまた発揮してくれるんだろうか。これは？お？なんか喋ってる？この人たちも見れるってことか。なるほど。もしかしてさ、こういう風なのをちゃんと一つ一つ見ていくにもつながる？何かにつながるっていう可能性がある？見にくいんだよなんか。こうだな。誰もいない。そして操作がやはり難しい。おー、ここは？なんとかなんとかルーム。英語が読めなさすぎて。ここはなんか記録してる場所ってこと？誰？あれかな？なんか説得してんのかな？君は何をしたんだいって。そういうことをして済むと思っているのかいって言って、この人が俺は犯人じゃねえよって言ってるのかもしれないわからないけれども、でも誰かを探さなきゃいけないっていうのがあったから、一回聞いてみるか、もうちょっと待ってくださいねみたいなさ感じで言ってたから。この事件嫌な予感がする。しっかりしろノーマン。そうだね、しっかりしてくれ。いい時計だね。時計？ええ、もう20年間ずっと同じなんですけど、それを警部補に昇進した時お祝いに渡すんですよ。でも受けがいいからいつも同じものになっちゃうんです。献金はまだ受け付けてますよ。まだ足りないですし。お世話になるかもしれないから払っておこう。ラリーにお祝いをね。ええ、伝えておきますありがとうございます。オフィス、僕のオフィスに案内してもらえると聞いたんだが。はい、もちろんこちらです。じゃあ一緒についていきます。行きます、行きます。あれ、そっち側から行くのね。そっち側から、ね、私左から行ってもよかったんでは。じゃあそっち、ちょ待って、置いていかないで、私を置いていかないでください。ありがとう。オフィス、これが僕のオフィス？ここと聞いてますよ。何か必要でしたら私まで。ちょっとこの床の素材とこの壁の素材だと、もうちょっと音を吸収するようなのが欲しいな。じゃないと実況ができないんでね。よし、仕事だ。よし、仕事だ、頑張るか。これオフィスに関して。おいおい、これじゃ倉庫だよ。まあ、静かな部屋が欲しかったわけだし、よしとするか。そうしましょう。おっと、全部落とす。まずはテーブル拭きたいね。こっからで、ファイル。時間が惜しい、仕事を始めるぞ。はい、まずはファイルを分析と。はい、承知いたしました。ファイルを分析。重いぞ、このデスクはくっそ重いぞ。ああ、頑張ったな。よくやった。で、ここから何するんだろう。座る。なるほど、デスクは真ん中じゃなくって、ほんと爪爪で前に置きたいタイプね。ここからこれ始めんのかな、もしかしたら。これでいろんなファイルをこのメガネにやってるってすごくない？オフィスの模様替え。なるほど。でもさ、これメガネかけないとこの部屋入れなくなるぞ、そんなことしたらこれは選ぶ。これなんだろう、モミジとかもやもやとか水かな。これはもみじでやってみる。開けよう。おー、素晴らしい、美しいオフィスだ素晴らしすぎる。こんなメガネみんなが欲しがる。今話題のさあれかな、ちょっとすべて消去って何、
どういうこと？間違えてしまったよ。環境を整えよう。これじゃあ微妙だから、これは開けてみよう。なあ、海の中も行けんのか。素晴らしいね。息苦しくなりそうだからちょっとやめておこう。サメいたし。だから次はこれ見た私のとサイプのやつが出てきてくれるかどうかなんだけど。うわ、これも嫌だな。砂漠ってことでしょ。うわ、嫌だわ。今のところモミジが一番かな。で、これは？これもなんか暗そうな雰囲気してない？雨もしかして。違う。断崖絶壁。わー、なるほどね。これのが集中できなさそうな気もしなくもなくない？いいか、これにしておこうか。うん。これでいこう。で、OK だよ。よし、消して。手がかりをまず見ていこう。すげえな。あんはん、何か新しいものがあるな。分析。わ、かっこいい。 ARI 線路裏の道路脇にタイヤの跡を検知。犯人のものかもしれないな。なるほど。次はジオプロファイル。データなし。なるほど。じゃ次の手がかりを見てみよう。これは分析。折り紙。ワンちゃんでしょ多分これ。ワンちゃんにしか見えなくない？指紋も何もなしか。情報が少ないな。なるほど、ジオプロファイル。折り紙を売っている店は一軒だけか。少な。そうだよね、日本が折り紙っていう文化があるんだっけね。でもさ、これがなんかもう一回見てみる。これがまださ、四角い中に入ったまんまなんだよね。でも指紋もなし、何もなしかって言われてる時点でもう終わりなのかな。もう一回分析してみよう。全部分析が終わってないとかっていうパターンじゃないのかな。終わり？なんだよ、折り紙フィギュアって言うんだ。分析。これはランの花かな。胸の上に置かれてたっていう。普通種か。役に立たないな。なるほど。その一言でも次見せるなよっていうのが伝わってくるわ。このランはよくある種だ。ほとんどの花屋で買える。なるほどね。じゃあ次行ってみる。これ分析。タイヤ痕。車は多分83年型シボレーマリブだな。そこまでわかんのすごいよね。もしかしたらさ、なんでこれだけこうなった。最初からこうなってたっけ。これをジオプロファイルで当てはめてみる。関係ないか。どこか行ってみるとかっていうのもあんのかな。一旦消して、で他のもの、次ファイル。うわ、かっこいい。なにこれ、めちゃめちゃいいじゃん。すごい、折り紙キラー。これは開けてみよう。3年間で犠牲者8人、すべて少年、8歳から13歳。暴行の痕跡なし。犠牲者は白昼公共の場で姿を消す。誰にも気づかれずに。遺体は3日か5日後に発見されている。雨水による溺死か。雨水による溺死ってさ、溺死させられてるってことでしょ。怖いね、溺死って。苦しいしね。必ず遺体発見場所に隣接して鉄道。犠牲者は全員秋に行方不明。秋に行方不明。そっから生き延びさせられてるのかな。どうしよう、頭が追いつかなくなってきた。うわ、結構いるな。犯人の行動範囲は広く。8人か。急激に自信を高めて拠点から移動している。ジオプロファイリングが難しい事件だな。
それを君が解決していかないと。こんなハイテクなものがあるんだから。で、次行ってみるか。これを分析する。あ、開けてみよう。いつも同じ手口。折り紙を手に持たせ、胸の上に蘭の花。被害者は必ず死後6時間以内に発見されている。つまり溺れさせられる前に数日は生きていることになる。3500人以上尋問し、100人以上の容疑者を取り調べ済みだが、有力な手がかりはなしか。なるほど。じゃあ次はジオプロファイル。うわー、該当データなし。一番きついね。これもう分析一回見たんだっけ？でないっけ？でないね。犯人は白人、30歳から45歳。知的で冷静で意志が固く計画的である。車を所持。おそらく時間の自由な職業だろうな。あなたに当てはまってません？あなた普通に車でどっか行ってたよね。一旦これ消して、で環境を見てみよう。あ、環境ってこれか。ミスったぞ。これじゃないのよ。じゃあマップん？マップを確認。うわ、すぐ消しちゃうこの人。 ARI 終了。一気に現実に帰ってきたな。どうした？能力使いすぎ的な感じなのかな。大丈夫か？どうしたどうした？お水でも飲もうか。またか。顔でも洗ってこようかな。どうしよう。さっきコーヒーね、あれ飲めなかったしね。水分も足りてないのかも。飲まないと意識が。トリプトケイン。大丈夫、飲まなくても平気だ。俺ならできる。大丈夫か？おお、ああ、私が操作していいのね。いや、そんなん大丈夫って言えねえって。気分。ああ、気分が悪いな。大丈夫か？いいよ、いいよ、いいよ。飲もう。いや、飲まない方が良かったか？耐えられるって言ってたもんね。うわあ。飲まなくてももうちょっと様子見ればよかったか。最悪ね、倒れたら救急車とかあるかもしれなかったから。あー、申し訳ないことをしたな。トリプトケインってそもそも何なのかって話なんだけど、薬なのかなって思っちゃったけどさ。どうした？この人が見てくれるわけではない？え？この人か。あ、違うよね。もっとかっちりした洋服着てた気がする。おっと、あれ、パパ？これパパかな。あ、そっか。こちらはブレイク警部補です。何があったかお話しください。今日の午後です。息子のショーンと公園に行って一緒に遊んでいたら、メリーゴーランドに乗りたいと言ったので、木馬に乗せてやって、それで戻ったらいなくなっていたんです。公園に行ったのは正確には何時です？できるだけ正確にお願いします。何が手がかりになるか分かりませんから。あれは確か、4時分かりません。5時30分だったかな。勝手に答えてくれるんか。おそらく。答えてくれたわ。息子さんはどんな格好を？コートを着てました。分かりません。これまた答えなくてもよろしいでしょうか。分かりませんもんだって。黒の。これが本当かどうかも分からん。ズボンはベージュかな。分からない。ベージュで。あなたに気づかれずにどうやっていなくなったんです？メリーゴーランドのそばにいたんでしょ？思い出せないって言った方がいいかな。覚えていないんです。全てが一瞬で起こって。学校の後公園に行ったそうですが、通報したのは8時15分過ぎですよね。なぜ通報までそんなに時間がかかったんですか？でもパニック。
わかりません。パニパニパニ。どうしたらいいかわからなくて。わかりました。今のところ質問は以上です。今日のところはお引き取りを。捜索は続けます。何かあったらまた連絡しますよ。疑われたかな。あの折り紙殺人鬼でしょうか。マーズさん、息子さんはおそらく数時間後には見つかりますよ。言ったなお前本当だな。もし折り紙殺人鬼だったら、ならあと4日のうちに見つけなきゃならない。うわ、落ち着いてますね。自分の子供がさ、こういう風にいなくなっちゃったってなったらさ、もういても立ってもいられないんじゃないかな。あら、あらら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 、何か分かったの？奥さんだ。いや、何も。朝まで捜索を続けるって。折り紙殺人鬼の可能性は。まだ断定するには早すぎるけど、可能性はあるみたいだ。イースさん、何があったの？どうしてショーンを置いていったの？絶対に目を離さないって言ったじゃない。公園で自分の子供から目を離さないのがそんなに難しいこと？なんで一人にしたの？なんでジェイソンを失うだけじゃ足りないの？きついな。でも正論。ごめんなさい、そんなつもりじゃ。ただあの子を思い出すと、抱きしめることもできないもんね。自分のせいでこうなってるし。お前何考えてんだ今。何を考えてる顔してるのそれ。やっちまったよな。まあ、ちょっといろいろなファイルを見てかっこいい世界観にね入っていたところなんですが、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。